日本関東地方神奈川県横浜市神奈川区、橋本町橋本町は横浜市神奈川区の町名。住居表示未実施で現行行政地名は橋本町1丁目から橋本町3丁目で2丁目が設けられている。神奈川区南部の臨海部に位置する。西側の1丁目は横浜市中央卸売市場の成果部がある。2丁目にはかつて日本交換の麻のドックがあり、 跡地は、再開発地区のコットンハーバー地区として、JFE 都市開発により、超高層マンション等が建設されている。2008年には、臨港幹線道路のコットン大橋、港未来橋開通により、港未来地区への自動車でのアクセスが向上した。また、反対側の千和課町方面へは道道路の一部である、水方橋がかかっている。 三丁目は海面に張り出した、ごく狭い一角で、コットンハーバーボードヤードなどがある。一から三丁目を合わせた面積は0.128平方キロメートル。二丁目に934世帯2219人が、暮らす。1.3丁目の人口は0人である。1909年4月13日に埋め立てにより、新設された。町名は、埋め立て者のせいから取られている。 2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。